あ、やべ、しゃもじしゃもじ。はい、どうも、あゆ太郎です。今日はですね、すごい嬉しい出来事があったわけですよ。何かと言いますとですね、このあゆ太郎チャンネルにアンチコメントが来ました。イエーイ。だからね、タイトル通りなんですけど、アンチに物申すみたいな動画あるじゃないですか。ただ単にそれがやりたかっただけの動画です、今日。いやでもすごい嬉しいことなんですよね、アンチコメントが来る。この動画を早く上げたくて、僕は。アンチが来るってことはね、まあそれなりにちょっとは知られてきてんのかなっていう実感が湧けるんで、どんどんコメントください。で、毎回ね、コメントくれる方一緒なんですけど、基本的に。まあ名前は出さないですけど、まあてか、まあ、見てもらえればわかるんですけど、この子すごい可愛いんですよ。高校生か中学生かわかんない。大人は多分こんなこと打たないと思うんですけどね、多分大人はね、頑張ってる、笑わせんなよ、登録者6人増えないくせに、増えてないのはつまんないからだろ、諦めろ、これはあなたのためであり自分のためだからって、なんかすごいアドバイスをくれました。ありがとうございます。やめないです、あゆ太郎。まあね、こうやってね、アドバイスをくれるんです。ただね、ちょっとたまーにね、キモい死ねとか言ってくるんですよ。死ねはやめようぜ。死ねはやめよう。死んだらどうすんの？こういうね、コメントをね、毎回くれる方がいるわけですよ。嬉しいですね。毎回見てくれてるんですもんね、僕の動画。多分ね、この子ね、チャンネル登録してくれてますよ、僕の。なぜかっていうと、僕が動画上げるじゃないですか。そしたら、食い気味にバッド評価とコメントが絶対来る。いや、絶対。お前、チャンネル登録してるだろみたいな。ねえ、ありがたいですよ、本当に。なんでね、これからも、アンチも含めて僕のファンだと思ってますんで、仲良くやっていきましょうよ。もう、アンチどんどん言ってもらって構わない。もし、アンチ言ってる方がいたら、周りの人たちも、お疲れ様みたいな感じで、お疲れみたいな感じでコメントしてくれて構わない。多分、反応が欲しいんでしょうね、そういう方たちは。ね、僕は何言われようが、やめませんので。ツイッターでもね、わざわざメッセージ送ってきてくれる方も増えまして。増えましてっていうか、何人かですけど、まあ、ね、同じような内容で、登録者少ないんだからやめろよ、みたいな。やめないっすね。だからいつも僕は、いやー、毎回見てくれてありがとうございますって言ってるんで、まあ、そんな感じの動画なんですよ、今日は。だから別にアンチに物申すとかじゃなくて、アンチも含めて僕のファンなんで、アンチもね、大切にしてっちゃおうかなっていう、あゆ太郎の動画なんですよ。アンチも含めて大事にしようじゃないって考えたわけです。まあね、別に何を言われようといいんで。この動画にもね、きっとコメントくれんのかな。でもこういう時にね、コメントくれなかったらマジでないよ。こういう時こそコメントくれないと。あ、アンチもそうなんだけどね、最近コメントとかもね、すごいしてくれる方とか、毎回見てますとかいう方もね、だんだん増えてきてましてですね、すごい嬉しいです。インスタの方でもね、メッセージくれたり、ツイッターとかでもメッセージくれたりしてくれる方がいまして、でね、なんかプレゼントも送りたいのですが、どうしたらいいでしょうかとかいうメッセージも届くようになりまして、すごい励みになりますので、あゆ太郎これからも頑張っていっちゃおうかなと思っております。基本的にね、バカな配信なんですが、バカなことばっかやってますが、よろしくお願いします。ってことでね、そういう動画でした。ちょっと2本立て続けにね、こういうなんかただの雑談になっちゃったんですけど、あ、そうそうそう、あとあゆ太郎になんかやってほしいこととか、あゆ太郎さんならこれやったら面白いんじゃないかみたいな企画があれば、どんどんねコメント欄に入れていただければ幸いでございます。なるべくやろうと思ってるんでね、みんなから要望は受け答えしたいと思ってるんで、もしよければグッドボタンとね、コメントしてくれたら嬉しいです、あゆ太郎。でですね、あゆ太郎一応、まあ、ツイッター、インスタグラム、LINE アット、あとミュージカリーとかもやってる。あとね、ツイキャスも普段やってるんで、もしよかったら皆さん遊びに来てください。まあ、真面目な配信してる時もあれば、すんごい変な配信してる時もある。もしよかったら、それぞれ、フォローしていただけたら嬉しいです。ということで、バイバーイ。